デントライン、アムフォルストは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのアンスバッハ軍に属す市場長で、デントライン、アムフォルスト行政共同体の本部所在地。この町は、フォイヒトバンゲンの西約8キロメートルの大変に森の豊かな地域に位置している。町域からは、ベルニッツ川やアルトミュール川を経てドナウ川に注ぐ多くの小川が湧き出している。 この町は公式には12の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。デントライン、アムフォルストは1397年5月8日にンリンという名前で初めて文献上で言及されている。1469年1月14日からはデントライン教区が文献上に登場する。17世紀中頃に オーバーエステライヒ地方を追われたプロテスタント系住民が異常したことでこの地域の人口は増加した。その後この地域は30年戦争により手ひどく破壊されほとんど絶滅寸前の状態となった。名前のデンタリンはタンレーンに由来するという説がある。これに対してより可能性が高いのはタンネットレイテとの組み合わせに由来しデントライン。 アムフォルストは、その地理的状況そのままに、森の斜面を意味するという説である。デントライン、アムフォルストの議会は、主張を除いて14議席からなる。金字で、この中央部を裂くように基部からの三角図形の中に、銀と黒の一末模様の四分割。両側に、緑の針葉樹。ありがとうございます。